はい今回の動画は楽天 w i f i ポケットの接続スピードって他と比べてどうなのということでまずはねこの楽天 w i f i ポケットですよねこちらとであとね個人的にはこの YMAX ですねこれもね今までサブ回線として使ってきてますんでこちらと比べてであとはその自宅の光回線ですよねそれと比べてこの楽天 w i f i ポケットのスピードがどうなのかというのを測っていきたいと思います。 今今回今これ動画を撮ってるのが平日の昼間になりますんで、まあ、今回はねあくまでも平日のの昼間の速度とということで比較をしてみますでもしね今回のこの動画の再生回数がある程度伸びるようであればじゃあ例えば平日の夕方だったらどうなのとかね夜だったら深夜だったらとかあと休日だったらどうなのみたいな形で何回かね動画を作っていきたいと思いますけどもまず今回はね平日の昼間ということで見てもらえればと思います。 はいそれではまず一番最初は自宅の光回線ですね。今こちらですね iPad の方をねこのケーブルで有線 LAN でつないだ状態で測定をしてみます。でこの iPad をですね有線 LAN 化するこのアダプターってやつですねこれはね他の動画で紹介してますんでその動画の URL の方はこの動画の下の概要欄のところに入れておきますんで、まあ、もしねこの iPad を LAN 化するこのアダプターってやつですねこれが気になる方はそちらの動画も合わせて見てもらえればと思います。 それでははね、早速速光回線の速度を測定を開始してみます。はい、結果としてはですね、光回線、線 LAN でつないでるということで結構高速になっているとは思うんですけどもダウンロードが 76Mbps でアップロードが 90Mbps ということで、まあ、非常に、ね、高速な数字が出ています。はい、では次にこれですね、YMAX ですね、こちらにつないで同じ時間帯でどのぐらいの速度が出るのかを見てみたいと思います。 じゃあこちらで測定を開始します yMAX、はい、の方をほぼ同じ時間帯で測るとダウンロードの方が 15Mbps ということで、まあ、もちろんね光回線と比べるとかなり速度は落ちてしまいますけども、まあ、動画とかを見る分にはですねこのぐらいの速度が出てればまあほぼ問題ないかなという感じです。 ワイマックスの問題はこのアップロードの方だと思うんですけども YouTube とかに動画をアップロードしないという方は特に、ね、気にする数値ではないとは思うんですけどもアップロードの方が 1.56Mbps ということでちょっと動画をネット上にアップロードするにはあまりですね、実用的な数値ではないかなというふうに個人的には思います。 はい、では最後に、まあ、今回一番測りたかったこの楽天 w i f i ポケットのねこの楽天のモバイルルーターが同じ時間帯でどのぐらいの速度が出るのかを測ってみたいと思います。ではねこちらも常につないでますんで測定を開始します。 はい、結果としてはねこちらですね、まあ、ほぼ同じ時間帯で測ってダウンロードの方が 8Mbps ということで、まあ、4K とかの動画を見る分には少しきついかもしれないですけども、まあ、普通にですねフル HD とかのね YouTube の動画を見る分にはそんなに問題ない数値だと思います。 でアップロードの方も 6.86Mbps ということで、まあ、もちろん、ね、光回線と比べてしまうと、ねまあ、比べるまでもないような、ね、ちょっと低い数値ではあるんですけども、まあ、先ほどのマ m a x と比べると、ね、かなり速い速度が出ていますし、まあ、個人的に、ね、この楽天の回線を使って何回か YouTube に動画をアップロードしてますけども、まあ、そこまで,です、ね、イライラするような速度ではないかなというふうに思います。 でこの数値は環境によってもかなり変わってきますんであくまでもね参考の数値ではあるんですけども。 個人的にですね楽天 w i f i ポケットを2ヶ月ぐらいですかね使ってみた感想としては確かにねこの数値が見る通りですねすごくですね高速な回線ではないですけども、まあ、普通に使う分にはですねそれほど不満を感じることがないのであくまでも個人的な話ではありますけども今までサブ回線として使っていた YMAX ですねこれはねもう解約をして、まあ、楽天 w i f i ポケットをサブ回線として今後もね使っていこうかなというふうに思っています。 で楽天 Wi-Fi ポケットは無料のキャンペーンがねもうすでに終わってしまってますけども購入を考えているという方もまだね結構いると思いますんで一、まあ、つのね参考程度にねこちらの数値を見てもらえればと思いますそれでは今回の動画は以上になります今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました